えー、埼玉県大宮の鈴木歯科医院です、えー、今日はですね、えー、ワイヤー矯正の話ですね白いワイヤー矯正まあ銀のこういう、えー、メタルのワイヤー矯正もありますねこういうのなんですが、えー、うちの院はですね基本的にこういう白いワイヤー矯正でやってます子供でも大人でも、えー、みんなこれですね えー、まあ目立たないから必然的にインターネットから来る人たちは白い方がいいっていうのに決まってますんで、えー、子供たちでもですねでこれであのまあもううちの委院はこの値段でこの白っていう感じです。あのメタルをメタルを白くするんだったら上下で10万20万アップしてしまうっていうのがまあ当然の。 世の中なんですがうちはバカですからあのそんなにこう値上げしてないんですねいつかするかも分かんないですけども、えー、相変わらずこれですね。であとはですねあの奥だけの奥だけここの、えー、奥歯だけは銀色っていうのが普通なんですけど奥も白くして全部白ですね。 全部白ですそれでやってます奥に銀金属入れるっていうのをすらやってないです全部白あのこういうのは珍しいかもしれないですあの当然こ,ここら辺から白くとかいうのがまあ主流ですよね当然ですねあとはもちろんワイヤーは、えー、銀色なんだけども、えー ブラケットっていうんですかこの装置ブラケットっていうんですけどねこの装置は白いんだけどワイヤーはこのチタンの金属色にさしてくれっていう先生ももちろんたくさんいますでも基本的にはうちはもうワイヤーもブラケットも奥歯もみんな白という感じでやっています裏側の矯正はしてません あのよく質問が来るんですけど裏側矯正やってないんですかあの裏側に絶則矯正裏側矯正やってないんですかやってませんそれはねあのもちろんそれはあとはあのやってる委員があったらやっぱり高いのは当然ですねもう120万当然100万こういうのは当たり前っていうやつですけどもまあ高くて当然ですよねあれは難しいですから技術量で当然高いと思ってください一はやってません あとはマウスピース矯正、えー、マウスピース矯正も結構適用範囲が、えー、難しいです狭いですからまあ歯並び見てみないと分からないですけども、えー、マウスピース矯正っていうのは結構歯が動かしにくいんで、えー、難しいですね、えー、一応やってるんですけどももう相当簡単じゃないとやってないなっていう感じですねであとはですね結構この白いワイヤー矯正はその代わり 目目立立たたなないい。です。結構目立たない、あのー、マウスピース矯正を希望してたんだけども結局はですね他の委員でもマウスピース矯正をしたかったんだけども八重歯が強すぎて抜歯ってなればもう抜歯、えー、矯正イコールマウスピース矯正はもう適用じゃないっていうことがほとんどですからそうなるともうあとは残りは絶則矯正あの裏側矯正をするかえー こういういい表側の矯正しかないんですねそれでい、ね、て例えば僕みたいにガチッて噛み込む人だったら裏側矯正なんてつけたらもう吹っ飛んじゃいますんであの相当噛み合わせせをアップさせないとあの無理ですねでもこれぐらい高くするって言うとちょっと顎が痛くなりそうなぐらいですからそうなると白いワイヤー矯正で、えー、その代わり早くスピード矯正それでいて抜歯しない えー、そうなるとですね、まあ、費用も添えていて安くし、あのー、安くやってますけども、そういう員というのはもうまれですけどね、あのー、まあそれで強制、えー、をやっています。えー、まあ、検討してみてください。